はい、今回はフローチャート皮膚科漢方その中の僕が担当したコラムをご披露したいと思います。この皮膚科漢方は、祖師ヶ谷道クリニック院長のチータムさんと一緒に書いたんですね。チータム道夫さんとの協調になっています。まあ、僕は皮膚科専門医ではありませんけども、まあ、皮膚科に数件通って治らない人結構僕の外来に見えます。そんな経過が長い皮膚科の訴えにはこんな風に対応するというのは結構僕が書きましたね。あと皮膚科全般に対する専門医からのコメントは、チータム道夫さんの原稿ぜひ参考にしてみてくださいね。では、早速ですけども僕のコラムからいきたいと思います。最初のコラムは漢方の魅力ということで語っています。漢方の魅力は西洋医学とは立ち位置が異なることです。最初はこれに相当の違和感があります。しかしその概要がそして紹介詳細が分かるにつれてその違和感は魅力に変わっていきます。西洋医学で治らない訴えや症状悩みを保険適用漢方エキス剤で解決することがモダン漢方の基本的立ち位置です。今の医学での限界に立ち向かうからこそ今までとは違った戦略が必要なのです。漢方薬は病名などがない時代の創刊の知恵です。最初は現代医学的病名がない時代の知恵なんて抵抗があります。しかし創刊で解決できる可能性があるということは現代医学的病名治療では治らない時には威力を発揮します。その時に創刊の知恵を精一杯の理屈に乗せるためにいろいろな仮想病理概念が登場します。すべてすべて無視してもいいですし自分が理解しやすいもの自分の処方選択に役立つものだけを利用してもいいのです。そこに整合性があるとかないとか本当にそうなのか違うのかと質問してみても所詮仮想病理概念ですから事実を積み上げる形での証明はできません。相関を説明する方法と割り切って接することが大切です。体質改善のように働く漢方薬も多数あります。慢性の皮膚科疾患では体質の改善で相当症状や訴えが軽快すると感じています。日常生活の指導、食事の指導などに加えて漢方薬を使用すればそれでいいのです。相関の知恵を使ってより良い結果を導き出すという意味では日常生活や食事にも同じ戦略が応用できます。まあ、漢方は一つの道具ですから漢方も使いながら、ぜひ皮膚科の疾患を、良くしていただければいいかと思っています。さあコラム、漢方の説明の仕方。漢方薬を処方するとき何か起これば中止してくださいと患者さんに言い添えます。漢方の副作用に対するイメージは漢方薬は食事の延長です。西洋薬は悩めば処方しません。漢方薬は悩めば処方します。食事の延長だからこそ気楽に処方できます。なんとなく良さそうな漢方薬を探してそして気長に処方します。西洋医学で治らなかった皮膚疾患に対応するには気長に構えることも大切です。漢方薬を一方飲んで死ぬことはありません。保険適用漢方エキス剤を飲んで流産早産した報告もまだ一例もありません。でも体に効くということは副作用も稀ながらあるのです。何か起こったとしてもやめればそれで心配いりません。ところが皮膚疾患自体では実は漢方薬の内服で一時的に症状が悪化することがあります。昔は治療中に悪化することを綿言と呼んでいました。綿言がなければ効かない
と言い放った人もいます。江戸時代の名医吉松藤堂などがその代表です。しかし我々西洋医学の補完医療として漢方を使用している者の立場からすれば、一時的に悪化してもしばらくこれで様子を見てくださいねというには、ある程度漢方の経験を積んでからがいいです。で、その時には十分な注意をしながら経過を見てください。だって悪化してるんですからね。保険適用漢方エキス剤を構成する生薬は100種類ちょっとです。マウスに体重換算で人間量の10倍をゾンデで胃まで入れて投与しました。致死性の急性毒性を発揮した生薬は唯一一つでね。これ基本今まで誰も当たりませんでした。薬学系の先生に聞いても。これ参照なんですね。参照だけがマウスに対して急性毒性を発揮します。まあ、食品というイメージで、まあ参照ですからね。山椒だって食べれば死ぬんですね。そんなイメージで、口に入るものは基本的に全てわずかながらでも危ない可能性があると思って、処方してください。免言のことを繰り返しますね。漢方をある程度使えば、300例、400例、500例使えば一時的に悪化してまた上ってくるっていうのを体感できます。そうすれば免言だよ、ね、もうちょっと悪くても飲んでごらんって言えます。でも基本は悪くなって患者さんが悪いって言ったら止めた方がいいです、ね、最初に免言で一時悪くなるんだけどもうちょっと頑張ろうと思えるのは皮膚疾患なんですね。皮膚疾患は毒が出るように一時悪化することがあります。まあ最初そんな免言を皮膚疾患から体感して、上手に使ってみるのはね、とてもいいかと思っています。さて、次のコラムいきます。治療をより効果的にするには。漢方で加療するときは、便秘を避けることが大切です。皮膚疾患では特に重要です。便秘傾向の患者さんでは、基本的に就寝前に、大黄含有漢方薬であるマシニン丸126番や順調湯51番を一方飲んでもらいます。しかし、飲む時間はあくまでも建前で、朝飲んでもらっても構いません、ね、昼でもいいです。そしてマシニン丸や順調湯では快便が得られないとき、当確上気湯61番ですを使用します。上気湯とは大黄と芒硝を含む漢方薬で、他に大上気湯や133番、超異上気湯74番が保険適用漢方薬では存在します。上気湯の方が下げ作用が強いので、段階的にこちらに移行します。最初から上気湯を処方すると腹痛が強く頻回の排便で困ったとお叱りを受けることがあります。休みの前に通常よりは少し多めのね、便秘改善漢方を飲んで、そしてすっきりすると気持ちが良いという人もたくさんいます。大黄甘草湯も大黄含有する漢方薬ですが、抗生生薬が2種類、ね、大黄甘草湯84番です。抗生生薬が少ないものは基本頓服的に使用した方がいいです。長く使用していると効果が減弱してきます。患者さんには便秘解消を自分のペースでやりましょうというメッセージを送ればいいのです。仕事や家事に影響が出ない範囲で、そしてお尻、ね、まあ、肛門が痛くならない程度の軟便は治療には有益だと伝えましょう。漢方は分解されて腸管から吸収されます。その時に細菌に収縮されて吸収されると思っていますし、実際にそうです。ですからいわゆる腸内環境が大切ということになります。治りが悪い時などは便秘の改善にも積極的に漢方で処方しましょう。で、便秘を治すのはやっぱり漢方薬の方がいいです。西洋剤よりも。特に大黄っていうのが入っていると、生薬大黄自体に汚血、ね、古血のたまりを治す効果があるんですね。だから便秘を治すってことは漢方的には汚血を治すという意味合いも含んでいます。
ですからぜひ、ね、僕の建前は就寝前に、次の日お通じがしっかり出るような便秘を治す漢方薬、順調等かマシニンガンで、食前建前ですけども、飲めなかったら食後、適当な漢方薬を足してもらうといいかと思っています。はい、フローチャート皮膚科漢方薬のコラム解説1回目でした。